こんにちは、沼です。パワフルサッカーやっていきます。今回は、天才の入部届け、招き猫、行きましょう。で、今回のイベントデッキですが、こんな感じです。ゆるちゃん、矢部坂くん、店、アレン、火山院、そして、可愛いんで連れてきました、オートルカちゃんと。危機察知チームプレイカウンターという感じですね。これで、行きたいと思います。で、天才覚醒するまではちょっとゆっくりめで、行けばいいのかなと思ってます。ちょっとゆっくりすぎるね。51うまい。結構ポイント中心だよね。で、もやしまだ、回数こなしてないんですけど、おそらく、聞くことない。おそらくメンタルキャラとかでしっかりと体力回復しながらバン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 踏んでいくのがいいんじゃないかなと勝手に思ってます。なんでルカちゃん中心であげたいですね。で、ルカちゃんと、まあ、火山院を中心に踏んでいってしっかりと攻めていきましょうという感じですね。で、イベント慣れてないので、ちょっとところどころ止まりながらやるかもしれませんが、そこは、ご了承いただきながら見ていただければ、と思います。火山院だね。二人いるけど火山院でしょ。なんかイベント起きるもんね、火山院。起きなかった。うん、すごいゆっくりに感じる。あ、まだ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 、まだですね。まずはゆるちゃんかな。まあ、休んでもいいけど、これぐらいだったら。ちょっと休むか。まだ来ない。店か。ゆる間に合うかな。4人いるんだよね。でもパワーアップが。ゆる行こう。帰らない。そろそろ来るんじゃない？来ない。全体確認でしょ。おとるか。まあこれこっちだな、さすがに。そろそろ来るかな？そろそろ来てもおかしくないかな？まだだ。いやいや、ありがたい、体力回復。ゆるあと1回ぐらいかな。さっと行っちゃいましょうか。うまうま。ユーマユーマかもしんないけど。素晴らしい。あ、まだ来ないね。はい、燃えました。で、しっかりともうゆるちゃんは、あげてあるので、あとはまあ勝手に告白してくれって感じか。で、行こう。51。これは無理だね。パワフル牧場強っ。ここ行きましょう。で、ですね。なんか、聞くところによると、モブは、間ぐらいで、入れた方がいいと、いう感じだったので、まあ、こういう順番にしてみます。排出陣。うわ、惜しいな。もうちょっとって感じですね。いやー、もうちょっとだな。
結構ひらめいてますね。いや、もうちょっとだな。成長できました。うん、頼むぞ。K 君頼むぞ。もう来るっしょ。告白が来なくてちょっと震えている。これどうしましょうかね。あ、でもここ4だな。もう来るっしょ。この全身を貫かれたような感覚、この多幸感、万能感。そうか、やっと理解できた。頼むぜ。この後でね。パサカ逆ですからね。うわーくそー、センサーつかなかった。でですね、ゆるちゃんは、果敢なシュートトライを狙いに行きたいので、1回目はスルーしていきます。告白はね、OK する。はい。まあ、来るでしょ。よし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 、これ。これがしたかった。ナイスメンタルですね。で、これ体力いらないから精神だね。これ2行ったところで足りなくない？難しいですね。アレン、なんか全然いけないね。監督評価でも上げましょうか。ほんと行くとこないっすね、これ。監督評価でも上げよう。メンタルでもよかったかも。望むところ。まあ、どれ言ってもいいけど、かけっこはあんま負けたくないな。負けた。よしよしよし。そんな気はしていた。結構これ出ますからね、わーっと。僕は結構スピードと緑が多いので、こっちの方が勝てるのかな。まあ同じぐらいですもんね。っていうのと、主人公の能力上げましょうか。そろそろで、スタミナ、キックは何の意味もないけど、ちょっと僕上げないと試合に勝てないからね。あ、でも大丈夫だな。これで行きましょうか。はい、これに行きます。で、さっきと並び一緒で多分ちょうどいいぐらいでしょう。さっき D だったもんね、相手は。足んねえや。さっき E だったかな。うん、うまく倒せないな。結構難しいっすね、やっぱり。試合に負けるってことはなさそうですね。うん、8-8-8。ディフェンス練習か。精神。おぉ、うまい。それそれそれ。テク、シングルか。頼むぜ。
おっしゃー間に合った。自分から告白するんだよね。はい、 OK、 間に合いました。こさんでいくべきだね。うん、いいんじゃないですか。お、チームプレイありがたい。そして自由と魅了が走りましたね。おー、 PK コツうまい。シングルだね。能力上げよう。ディフェンスとキックは意味ないんだよね。スタミナは僕上げないとマジで無理だ。これいくか。格上58、勝てるかな。もしかしたら負けるかもしれないけど。てかここになんか一人いるんだけど、こうか。さあこれで出陣しましょうか。行ってこい。もう結構強いな、やっぱ。対象強そう。あ、いけるわ。オッケー、余裕でした。カウンターコツで何を取ればいいかさっぱりだね。でも多分思うに、なんだろう、テクで技術あるからそれ以外を取ればいいと思うんですよね。僕あんまし、パーサカのポイントバランスに関しては、全く詳しくはな、いや、ないんだけど、多分僕が思うに、臨床かな？うん、走った。やべ坂走った。うん、志ポイント4ですね。うわ、強っ。うまっ。必須やん、こいつ。あと僕、コツが0っすね、マジで。コツない具合がやばいな。うん、これいきましょうか。司令塔出しコツで全く分かんないけど、まあ、この辺か一個後ろぐらいだね。店の後ぐらいで。あー結構ひらめいてますね。ただいやー倒せてない。絶対来たと思ったけど今。よくできました。すすけくん強っ。そろそろ来るな。もうちょっと上げるでしょ多分。222メンタルにしようかな。結局体力だから。望むところ、かけっこ。惜しかった。うん、いいですね。2ポイント。うん、ここは、ここでいいでしょう。
ックはあんまり絡まんすね、強いのが。うん、これと、ちょっとオフェンス上げ始めないと危ないな。おぉ、いいっすね。4で一撃だ。うい。結構燃やせている。あー、メンタル、体力回復。生きてぇなー。成長させましょう、ちょっと。結構頑張ってない？コツがないけどね、全く。あー、これは勝てないだろうな。格上。でもスピードはマッスルで勝てるのか。いけんのかな。真打ちを倒していかないとダメなんじゃないのこれ。シュートレンジコツ、マーク外し1。行くか。行ってこい。これ無理だな。これ無理だな。結構ひらめいてますね。なんとかしてくれ。うわー、惜しい。あと一歩だった。今失敗したのか成功したのかわからない。テクいいっすね。これは行くしかない。アレン、これはアレン行くしかないね。休んでもいいかな。初戦の1タックかっていう感じは正直ありますね。デートしようかな。デート進んでないしね。ゼロだからね、デート多分。うん、デートにしよう。海岸超能力。これ。上だね。適当な本。失敗するとイベント終了か。練習に誘導っすね。ちょっと2段階も成功失敗判定あってはいけない。3位ですね、課題。ていうか、コツなさすぎじゃないマジで。大丈夫かこいつ。ダメだ、くれねえ。うん、これはテクで。よーしよし、よく通したわ。燃やしていきましょう。ザザー。これ次か。うん。ポイント出てんのか出てないのか全くわかんないや。体力調整は完璧っすね。あれは？キラ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 。持ってるな。やりおるな、僕。
よし。ダッシュコツ。これダッシュコツ行きたい絶対。鈴木強いな。多分この辺じゃない？あー、あと一歩。一回くらい倒させてほしいけど。ちくしょう。うん、勝てましたね。そろそろ鈴木くんが金徳ひらめいてくんないときついね。ダッシュうまいっすね。1113。はい。これデートにしましょう。こういう使い分けじゃないのかなと勝手に思っています。で、技術はいらないはずなので、精神いらないよね、でも。技術にしよう。うん、これで決定力が2つになったと。うん、ここ4ポイントっすね。決定力いくか。ちょっとコツが。コツがほんときつすぎる。さあ、頼むぜ。結構頑張ってあげてはいるよ。3ポイント、2ポイント。1ポイントか。チームプレイとカウンター。いやー、むずいっすねー。行く？でも、矢部坂ダッシュ行かんときついよね。3だったら生まれそうだし、練習で。よし。望むところ、かけっこ。キック力。小悪戦。うわー、やばいな。結構頑張って上がってるよ。よーし、偉い。それは偉いんだけど、結構、うーむって感じになってるな。うわー。これ、オートじゃ体力がな。おっつかんすね。さすがに休みましょう。ナイス。よーし、成功。ちょ、待って。体力が。体力さっきからきつすぎるわ。ここはデートでいいかな。で、技術精神かな？敏捷欲しいよね。敏捷取りにくいや。自分で組んだデッキだけど。素晴らしい。なんかすげえもったいない感あるね。スカウトをスピードにしましょうか。か、デート走らして。いやいや。デート走らそうかな。すげえ練習もったいない。でも3回終わってるんですよね、デート。いや、デート行こう。ちょっと早かったかな、やっぱ。敏捷精神にします。うんこ負けたのかな。あと1個か。 K 君ちょっとキック上げるか。意味はないんだけど50ぐらいにしとくか。ビビっておきます。テク矢部坂いいよ。待ったかいあった。
ダッシュ、いやー筋力使っちゃったな今。ドリブラー頼む。ドリブラーかポイントできる。矢部坂ならできる。うわー武者修行クロス、まあ、真打ちがいるところですね。ここに行きましょう。で自分を上げよう。ちょっとやらかしちゃったな今。で第一ふるさと、まあ店ぐらいだろうな、この辺だろうな多分。店で決まっちゃうわ。うわー惜しい。ワンチャンいける？飛びた。あ、いけねえわ。ちくしょう。あと一歩なんだけどな。A スターになりましたね。2ポイント、3ポイント。まあ、3ポイントかな。コツもいっぱいくれるしね、見てる感じ。さあ、行きましょう。なんとか A まで乗っけたな。はい、行ってきまーす。はい、ということで勝てました。次行きましょう。では、続き行きましょう。これどうしようかな。店に行くのがいいのか、チーム強くしといた方がいいのか、全くわからない。強くするなら火山院ここで踏んだ方がいいし、なんか1だったら普通に体力戻しといた方がいいんだよな。かま、見せコツですね。見せコツかな。結構 PK とかいろいろもらってたような気もするけど、なんか持ってた方がいいのかな最後まで。うん、っていうのもあるので、まあとりあえずこれでいきましょう。フィジカルで K くんがですね、慣れてなさすぎる。申し訳ない。テンポが悪くて申し訳ないが、でしっかりとねミスらないように。多分これ僕前は友人を選んだような気がしますね。体力回復とかないのかな。これないね。気絶精神。うわーこれ行きたいなー。体力回復でも大丈夫だ、次回復するわ。うん、まあまあいいんじゃない。スタミナ上げようか迷うな。修行しようとりあえず。これジョルジュいけるでしょさすがに。格下になってるしも、ここ行けばいいでしょう。行こう。ちょっと全く分かんないけど、まあこれで行くわ。うん、余裕そうだね。あ、全然余裕だわ。お、来た！よーし！シュートレンジじゃない？これ。割とコツ大きいよ。うわぁ。おっしゃ。金徳来ねえな。はい、オッケー。
うん、なんか点出てんのか出てないのか分かんないや。まあでも相原の時の方がやっぱ出てますね。それは間違いない。テク練習、テク重なってないもんね。だって今回望むところ、よっしゃー飛ばせた、勝ったー、ギリギリ精神いい。ルカちゃん、あーこれ休むか一回。よし確定させた。よし掴んだ。かカットされた。お願いベタくん。お、これ成功かな。あ、ちょ待って、こっからか。そこだ。おお、来たんじゃない。よーし、うまい、来たぞこれ。え、全成功じゃない金徳。キープがない。ただうん、精神使わなくていいな。うん、これは火山院に行きます。キープくんないかな。くんないとマジきついな。マーク外しとか安いし行く。マーク外しはいいんじゃない。 K 頼む。そろそろ、たまにしかコツくんないけどくれ。あードリブラーか、まあ、そんな気はちょっとしてた。早めに帰ってタリク。同格。あー決定力か、もったいねえな、取っちゃったな決定力。まあここに行きましょうか。ポイント一番大きいですし。俺が決める。コツは最後まで取んない方がいいな基本。うわパワーシューター、よーし、シュート力欲しいな。キープ力誰かひらめいたぞ。きたー、真打ち倒していく。いやー決定力もったいねー。4ポイントうまい。ちょっと頼む K。 キープ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 。なあポイント俺に任せて、それより練習だ。うん、ここは普通に回復でしょうね。精神踏みながらの、よっしゃシュート力頼む。いけ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 、ベタ。おーいマジで。火山院外しすぎやろ。この能力で外すか、やらかしたな。うわー全て成功してたんですけどね。課題にやられました。ここまで来て外すか。格下しかいねえや。フィジカルコツ、シュート力、フィジカルいこうかな。燃やし力凄まじいね。
いや、火山いけんよ。鈴木の後ろにしよう。てか強いね、全体的に。ダメだ、何にもひらまかんわ、こんなんじゃ。スマッシュヘッド、マジか。成長できませんでした。あ、いいっすね、3ポイント。キープ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 。おっしゃー、ほんとファンタジスタ以外完璧。テクあげるか先に。ちょっとポイントの余り方が全く分かんないんだよな。スタミナ B にしよう。僕はベタさんと違って査定分からないから、とりあえず好きなように振っていきます。さあ行きましょう。はい、ということで勝てました。ここまではね、さすがにね。ルカちゃん、ルカちゃん、ルカちゃん、ルカちゃん。おお、いいよ。これでももう終わりかな、そろそろ。あと一回やりたい。あと一回やりたい。なんとかあと一回できないか。ありときりです。うわー、ここでダブル、これ来るか。ファーストゴールのコツですね。パス感、調子安定。ここ強くない？戦っていいんじゃない？オール40だし。パス感って絶対技術系だよね。修行しよう。どこぐらいだろう、この辺。133あるからな。ここか、ここだと思うんだけどな。ここでいいか。みんなひらめけ。あ、ちょ、弱い相手が。自分たち強すぎ。エアマス、これ3つ取れんのかな、もしかして。野生の嗅覚、なんか凄まじいことになってんだけど。ちょ、これめっちゃ楽しみだ。あ、店、あー、どうしよっかな。これはルカちゃんで回復しつつの店に行くか。あー、すげえむずい。メンタル光んないかもしれないからな、次。うん、これメンタルにします。テク、よーし、よしよしよし、オッケーオッケー。なんとか勝ちたい。あー、ここでベタさんがいてくれたらな。ここでベタさんがいてくれたな。スピスタはいいでしょう。フィジカルも1個。あ、まあまあ、待とうか。なんかもう取っていいやつは取っていいっすね。維新伝心、チームプレイがまだだからな。うん、で、オフェンスは、まあ、いけるんだったら伸ばしたいけどって感じか。とりあえずテク S にします。スタミナ B か。うん、十分だね。テク S で
伸ばせたら伸ばしたいけどって感じか。あとキックとかはもう意味ないからな。あ、でも C にはした方がいいわ。ちょ待って、筋力わかんねえ。いやでも大丈夫だろ。キック 3? キックでも×だな。いやでも2ポイント上がる。これ大きいよね。あーどうしよう。まあいいや、とりあえずちょ待って、テクだけ上げとこう。これでいきます。はい、ということで勝てました。もうギリギリで相手に決められてやばいと思ったけど、なんとか決めれました。こっちも緊張した。いいよ。テクいいっすね。ま、ここで終わりでしょう。うん、ちょっとダブルタック以上が一回も起きなかったので、それがもったいなかったですね。で、ここ結構使っていかないと、ダメなやつだね。で、僕ちょっと査定はほんとわかんないんだけど。まあ、適当に取っていきましょうかって感じですね。ビハインド。結構なポイント入ってくると思うので、多分。これ安いしいいでしょ。安いしいいでしょってやつは安いしいいでしょ。あとで入ってくるからわかんないんだよな、コツが。だから動けないですよね、今んとこ。そうなんだよな。それがわからない、僕には。うん、スピードも上げた方がいいね、多分これね。スピード系、どうせそんなないっしょ。うん。多分。多分ないと信じたい。多分ないと信じたいけど、わかんないや。あとは、スタミナ上げる?すっごい難しいですね。もっと真剣に勉強しておくべきだったな。スタミナどこまで上げればいいの?A にすると一応2ポイントかあるのか。でも2ポイントあったらビハインドとか。あ、でもこれまだコツ1だわ。ちょ、置いといた方がいいわ。ってなるともう訳わかんなくなる。623とか絶対触れますからね。A にするか。あ、ちょ、うん。ちょ、やばいな。これ絶対危ないな。チームメイトが何持ってるか全然わかんないんですよね。それが問題。あー、どうしよっかな。オフェンス上げる?でもオフェンス別に、サイドって上げなくていいよね。うん。特に上げる意味は、見当たらないっすね。フィジカルは、まあ、安いから取って、スタミナ行って維新電信行くと、わけわかんないことになるんだよ、多分。すげえむずい。ちょ、誰か教えて。75って結構だな。130使ってるわ。はぁ、チップで取っていいかな。誰かが伝達してくれそうなんだよな。ちょっと待ってください。とりあえずスピードはいいでしょ。で、メニュー。あ、チンプレあるわ、やっぱ。あとで多分伝達してくれる可能性ありますね。いやー、これむずい。闘争心、根性。いやー、あるね。司令塔は多分ないと思う。これでもユールも入ってくるんだよな。200とか入ってくるよね。
か危険だな。いや、これ分かんないっすね。それどうしようもねえや。いや、チームプレイ絶対入ってくるよね。いいや。これで、行きましょう。うん、試合のこともあるし、いいでしょう。これはまずいな。ヒヤッとする場面、素晴らしいプレーです。おいよ、海洋山高校、決定的なチャンスを得点に結びつけることができませんでした。頼む、決めろ。これは決めろ。シュート、よーし、決まった。結構うまいな僕。もうなんか全然やばいかなと思ってるけど、で油断してたら負けちゃうから、しっかり行こう、しっかり行こう。親子高校、大きな1点。ああ、これは取られる。リードしました。前に出す。オッケー、ナイス。おーい、取れ、よし、いいよ。マイボールでしょ。ああ、それはまずいな。あんまり意識しない方がいいな。さあ、ここから右にボールを振る。ボールを前線へ。中央です。激しいボールの奪い合い。海洋山高校、ここでファウルを取られます。レッドカード出ろ。あーっと、ここでカードが出ます。フリーキックです。イエローっすか。審判さん甘いんじゃないの。右へ。いやー、強いわ桜庭は。うん、オッケー。ここで笛です。緊迫の決勝戦、まずはもう終わらして。さあ、試合終了後、栄光を手にしているのはどちらでしょうか。さあ、後半見てまいりましょう。やめて。おし、ナイスキー。チーム強いから勝てるはずなんだよね。ここはキーパー処理しました。鈴木つなぐ。タイミングを測る。右に預ける。ここで打って、ドリブルで上がる。いや、全然時間も稼げなかったや。海洋山高校、ここからです。前に出す。ドリブルで上がります。ちょっと集まりすぎでしょ。人ディフェンスです。何のためにスタミナ上げたか分かってんの。パス、いやー、パスしよう。長いボールを送ります。インターセプト。おお、インターセプト、ナイス。奪います。いやー、左へ。取って取られてたね。そいつはやばい。さあ、抜けてくる。そいつはやばい。どうする。おいおいおい、びっくりした。マイボ。ここで選手を変えます。ゴールキックから再開。思いっきり蹴り出せ。お、結構いいボール、ナイス。インターセプトします。ボールを前線へ。 OK。 右にドリブル。切り返した。おい、打て。小さ。うわ、惜しいな、バーカ。ここで打って、縦を使います。ちょっとこのカウンター嫌。ナイス。来た。うわ、ここはカットされる。いいよ、ナイスカットだ。右にボールを振る。ここでファウルがありました。
もう試合終了まで守る。いや、ちょ、押してしまったかな。ちょ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 、やめて。何このふわふわっとしたボール。このボールはクリアです。オッケー、勝てた。主人公が点を取った上で勝てましたね。ほんとファンタジスタだけだな。ファンタジスタほんとうまくいかん。問題はこれだ。何個来る金属。スマッシュヘッド、ヘディング、エアマス。いやー、2つか。何これ何これ、やば。来たぞこれ。いいっすね。8576。999行ってねえかこれ。でも、あ、行ってないや、ギリギリ。よかったっす。これコツ取ったやつはいいよね。一回ずつぐらい行っても。ちょっと査定表とにらめっこしながら、にらめっこしながら行きます。上から行くか。ビハインド。はい。ワンチ。ワンチ高いね。でも、持ってないや。トラップ。突破力。1だね。パス、スルーパス。スルーパス3だね。クロス。3。展開力。きつ。展開力無理だな。バックスピン、アシスト。パス感。3。はい。シュート力。シュート力20はちょっと検討していいですね。シュートレンジ行く、スマッシュヘッド行く。で、フリーキック。フリーキック2、はい。PK1。で、以心伝心取ると。ムード、闘争心ないね。根性。根性 1.4 か、でかいね。でも、全然ない。全然ない、本当に。ちょ、待って待って待って。これ、だいぶまずい。だいぶまずいし。だいぶまずいし、スピードいかんぞ。でも、使ってるとこないんだよなって感じなんですよね。ちょっと精神欲しいっすね。フリーキック、PK、この辺？ロングスローって1だよね。うわ。フリーキックは2か。PK ちょっと待つか。怪我。うん、一個だなぁ。いやぁ、どうしたらいいんだろう。ちょっと、エアマスとかでめっちゃ行ったからきついんだが。この辺も取りたいっすもんね、フェアプレーとか。取れたら結構でかいんだけど。アリシアも1だもんね。途中出場はいると。ちょっとなんか高いの、あ、司令塔取れてない。司令塔取れてないぞこれ。結構だな、司令塔取れないときついよね。フリーキック、うん、司令塔は取った方がいいね。筋力が、この辺どっか落とすか。直撮りしてる奴らが悪さしてますね、間違いなく。
うん、飲もうか。うわ、大一番、マジか。いや、全然取れない。精神系が、思ったより全然取れない。うわ、1あるもんな。ちょっとこの辺取れないの痛すぎる。さすがに。痛すぎるし、スピードが S いかないのも痛すぎる。86とか、あと1ポイントだもんね。くそ。くそー、この辺ないかな。これ外したら3本上げないといけないんだよね。上げられそう。上げられそう。1。あー、ほんと精神なんだな。司令塔さんだしな、いるしな。蹴り、なんか蹴りしかもう取れないポイント余りじゃない。展開力、パス、うん。あー、難しいなー。展開力か。展開力っすか。展開力3だもんね。これで蹴り？うん。いやー、スピードがいかなかったのが心残りだなー。畜生、ファンタジスタクレアと。さあ、どうも。おー、SS 星に行きました。いやー、ちょっとあれっすね。もうちょっと経験点が出て、いろいろやらないとっていうところはありましたけど、1、2、3、4、5、6、金属7個かな。1、2、3、4、5、6、7。結構面白いっすね、もやしも。あの金属伝達が、まあ、2個以上送るとかなり熱いかな、という感じだと思われます。で、また更新したよね。さすがに。編集。で、ですね。はい。ということで、また大幅更新ですね。うん。金徳8か。結構、面白いかなと。ただ直上げのコツをほぼ全て網羅できる成果に比べると、まあちょっとやっぱ一面落ちるかな感はありますね。ここで、テクニックが3枚、まあ、うまく重なったりとかしてくると、より高みは、まあ、SS 星3くらいは見えそうですけど、まだまだ修行が必要かなという感じでございました。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名、コメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。